ネギ前です。はい、というわけでちょっと本題に入る前にどうでしょう、ちょっと位置を変えてみました。いつも動画撮ってたのがこのベッドの上で撮ってたんですよ。隙間がなくて、ここら辺がで、ちょっともう片付けに片付けてスペースを作ってソファーを置きました。もしかしたら多分今後ここで撮ることが多くなるかもしれないです。ここです。はい、というわけで今回はこちらグレイルで服を購入しました。もうすごい白飛びする。まあでも前みたいに片方から光が入るっていうわけじゃないと思うから、ちょっとは時間気にせず撮れるようになったと思います。まあ、1万円分も買ってないです。7000円8000円分ぐらいを購入しました。こちらを今日は紹介していきます。ハサミハサミ、最初にこの買った商品を紹介して最後にこれを実際に着用してみようと思います。ってことで開けれたので紹介していきます。気になる人いるかわからないけど、今日着てるのはこれ両方ともフォーエバーです。中のキャミソール、オレンジ色のキャミソールになってて、とあとこのパーカーです。じゃあ今からはグレイルで購入したものを紹介していきます。グレイルで注文するの多分2回目なんですよ、記憶がある限りでは。で、前に注文した時もだいたい1週間ぐらいで届いて、今回も6日で届きました。それではサイトも開けて値段が分かったので今から紹介していきます。今回購入したの全部で5点で、スカートが2着と上に着るパーカーとかが2枚と、あと靴を1点、全部で5点買ってます。まず1つ目、こちらパーカーですね。シリカゲルがすごい大量に出てきた。春とかにも着れそうなパーカーです。なんかパーカーだったら下にヒートテック着てもゴワつきにくいし、あったかいし、前が空きすぎてないしっていうのですごい好き。ただただシンプルな無地のベージュ色のパーカーです。で、これは前の部分はチャックないです。で、長さはまあ普通に短くもなく長くもなくっていう感じの、ちょうどお腹隠れるぐらいの長さ。紐の部分だけ色が変わってちょっと白っぽい色になってます。こちらアイボリーカラーのサイズがフリーサイズです。で、1999円。ブランドのロゴが入ってるとかいうわけじゃないから妥当な、ちょうどいいぐらいの値段かな。じゃあ次こちら、これは多分スカートですね。スカートのサイズは M サイズと L サイズがあって、私は M サイズを買いました。身長は159センチです。ちょっと持ってます。で、こちらが1599円のラベンダーカラー M サイズ。ちょっとくすんだピンクっていう感じの、めちゃめちゃね、女の子らしいカラーの。長さ加減は後半部分で紹介します。生地もね、すごいしっかりしてて、1599円でこういうの買えるってすごくないですか。最近買い物行った時っていうか、ウィンドウショッピングしてた時にスカートとか見てたんですけど、ちょっと似た感じのものがグレイルで安くでないかなと思って探したらあったので購入しました。そして続いてこちらもスカートです。こちらのスカートがさっきより安くて、これが1099円、めっちゃ安い。これがベロアプリーツスカートで、ラベンダーカラーの M サイズ。またラベンダーカラーにしてた。でもさっきのラベンダーカラーと結構ね、系統の違う感じの、こっちが薄い女の子らしい感じで、こっちちょっと大人っぽくなった気がします。さっきのスカートよりかは少し短めなんですけど、ベロアなので光沢がかったツヤツヤっとした感じのスカートになってます。思ってたよりね、これちょっと大きめかもしれない。全体がゴムなんですよこれ。で、特にベルトを通せるっていうわけじゃないので、ちょっと実際に着てみてから考えます。さっきのこのラベンダーのスカートは前の部分はゴム入ってなくて、こういうまっすぐとした生地で、後ろの背中側にゴムが入ってます。ベルト通すところは前に2つと後ろに2つあります。どれも同じようなカラーでパッとしない感じ。いや、でも最近なんかオレンジとか紫みたいなパーカー買ってたから。次に黒が来ました。こちら服は最後です。これがロゴスウェットトップス、ブラックサイズ、ブラックサイズって何ね、ブラックのカラーで、サイズはこのフリーサイズ1点のみです。で、価格が1099円、さっきのスカートと同じ値段。今日着てるこれとか、さっき紹介したこの前焼きじゃないパーカーとかは動画撮影する時に着れたらいいなと思ってたんですけど、これはね、多分白飛びがすごいしちゃうと思うんですよ、黒色だからね。だからこれを着て動画撮るかはちょっとわからないけど、一応こんな感じのスウェットになってます。首元も結構がっつりめに開いてるから、なような鎖骨部分とかもすっきりして見せてくれそうです。私首がちょっと短め、短め、え、どうなんやろ、長いのか短いのか普通なのか。まあでも私はここら辺がちょっとすっきりする方が好きなので、これめちゃめちゃありがたい。それで最後納品書が入ってました。で、最後にこちらです。靴、
ブレイルの靴もね、前買って2足目か、まあ、それ以上目かなんですけど、意外と履きやすくて、靴ずれは最初のうちはもちろんしちゃうんですけど、なんか慣れるとね、すごい歩きやすいんですよ。待って、またなんかラベンダーっぽい、ベージュっぽいカラー買っちゃってた。これ。まあ、でも全部をこれに合わせるわけじゃないから、いろんな組み合わせで着ようと思います。こちら、サイズが24センチを購入しました。なんか 23.5 でもし小さかったら嫌だなと思って、24買っとけば、まあ靴下とかを分厚め履いたらなんとかなるでしょうっていうことで、24センチのパンプス。で、こちらのお値段が1799円。足のサイズは私大きくもなく小さくもなく、23から 23.5 をうろうろしてて、たまにちょっとむくんでる時だと 23.5 ちょっと小さいかなって思ったりする時もあるぐらいの、まあごく一般的なサイズだと思うんですけど、かかとの部分がすごい小さいみたいで、でもこの指先のここなんて言うやろ、小指側のここの骨とか、この幅が広くてすっごい中途半端なんですよ。だからね、そのここの足首に留めるものがないやつってめったに買わなかったけど、ちょっとスキニーと合わせて挑戦したくなったので、一足安かったので買ってみました。もしね、これサイズ合わなかったら妹かお母さんにあげようかなと思ってます。サイズ入るかな。すごい大人っぽいシンプルなデザインで可愛い。ってことで、最後に実際に着てみたシーンを載せて終わろうと思います。それでは着用シーン、ちょっと横だと分かりづらいかもしれないんですけど、一応両方ともこれグレイルで買ったものを組み合わせてみました。これはもともとね、この組み合わせで着たいなと思ってたので、意外と着てみても長さ的に良かったです。このスカートの長さこれぐらいです。靴下履いたら分かりづらい長さになるから、一応履いてません。これぐらい、ちょっとくるぶしよりかは少し上かなぐらいです。ショートブーツと合わせても可愛いと思うし、スニーカーでも合いそうです。そしてこの上のパーカーは、この紐の部分がね、結構長めなんですよ。意外とこういうのってここら辺までの長さとか多かったけど、長くてね、可愛い。で、袖の長さもまあちょっと大きめ。パーカーやからこんなもんでしょう。で、フード。フード被るとこんな感じで、ちょっと不審者感満載なんですけど、まあ被ったらね、こんな感じ。フードは多分被ることなくここでずっといるでしょう。うん。後ろはこんな感じです。結構いいね。すごいなんかラフな感じ、ゆったりとしてて、このね、光沢がすごい可愛い。ひらひらってしてる。そして次に大きめサイズのこのスウェットです。どうやろ、前の部分だけ入れた方がいいかな。あ、このスカートに合わんか。ちょっとスキニーに履き替えてみます。はい、スキニーと合わせてみました。こっちの方がスッキリしていいかも。この二の腕あたりとかもボワッとなってるから、ちょっと太さもごまかせるし、後ろはすごいシンプルです。このまま、え、これ前で合ってるよな。うん、やっぱ私はこれと、これ着るときはスキニーと合わせると思います。はい、で最後このスカート、ラベンダーカラーのものなんですけど、合うものがなくて、とりあえず今回買ったやつと合わせてます。もうちょっとヒラヒラしてたら合わせやすかったかもしれないけど、なんやろ、ちょっと私には難しかったかも。大きめだから、もしこれ買う人はベルトとか買った方がいいかもしれないです。まあでも、ご飯食べた後イカ水でね、お腹出るからそれはありがたい。うん、食べた後ちょっと苦しくなる心配はない。うん、でもやっぱこれ組み合わせどうやろう、これちょっと難しかったな。もうちょっと大人っぽい上のなんか春とかに着れそうなシフォンタイプのものと合わせたらいいかな。でもね、ポケットとかってすごい可愛いんですよ。はい、一応こっちにも着替えてみました。あ、でもこっちの方がまだマシか、さっきよりかは。まあでもこれでもまあ出かけれると思うけど、もうちょっと上違うやつ変えた方がいいかなって思います。このスカートの時って上どんな合わせればいいんやろ。あ、長さです。スカートの長さ、これもさっきのヒラヒラのものとそんなに変わらないです。まあ、若干 1,2 センチぐらい上かなっていう感じです。はい、というわけで今回はグレイルでの購入品紹介でした。頻繁にグレイルで買い物してるっていうわけじゃないんですけど、まとめてバッと購入した時は動画にして紹介しようかなって思ってます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。毎度。